ここからは私たち浜松ウィンドオーケストラの演奏でお楽しみください。1曲目はジャンボリミッキーをお送りしました。この曲はご存知の方も多いと思いますが、東京ディズニーリゾートで行われたエンターテインメントジャンボリミッキーのテーマ曲です。ジャンボリミッキーはジャンボリーとミッキーを組み合わせた造語で、ゲストに元気よく盛り上がってほしいという思いが込められているそうです。昨年4月からは東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでミッキーマウスやディズニーの仲間たちと一緒に愉快な振り付けを楽しめるキッズ向けのダンスプログラム、ジャンボリミッキーレッツダンスの公演が行われています。昨年末の紅白歌合戦でも披露されていたので、踊れる方もいらっしゃったのではないでしょうか。続いてお送りしますのは天野正道作曲のレトロです。この曲は今年度の吹奏楽コンクールの課題曲の中の1曲で、2023年度全日本吹奏楽連盟委嘱作品です。作曲者の天野さんは吹奏楽だけではなく公共曲や映画音楽など幅広く作曲編曲に携わっていますが、吹奏楽コンクールの課題曲を手掛けられたのは今回が初めてです。曲名だけを聞くと課題曲でレトロってどんな曲だろうと思う方もいらっしゃると思いますが、タイトルの通り少し懐かしさを感じる今のポップスとは違った雰囲気のポップス曲となっています。それではお聴きください。
レトロをお送りしました。ここで少し私たち浜松ウィンドオーケストラの紹介をさせてください。私たち浜松ウィンドオーケストラは20代から50代まで幅広い年齢層で構成されています。年1回の自主開催の演奏会をはじめ、他団体との合同コンサートやアンサンブルコンテスト、吹奏楽コンクールのフェスティバル部門や地域のコンサートに参加するなどの活動をしています。練習は日曜日の午前中に浜松市内の共同センター等で行っていますので、私たちと一緒に活動したいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひホームページからお問い合わせください。さて、次の曲が本日最後の曲となります。最後にお送りしますのは平成大ヒットメドレーです。この曲は平成31年間の大ヒットナンバー27曲がメドレーになっています。大人気曲ばかりなので、皆さんもご存知の曲も多いかと思います。曲とともにある思い出ってありませんか？一曲一曲は短いですが、皆様の思い出を振り返りながらお楽しみください。本日は私たち浜松ウィンドオーケストラの演奏にお付き合いくださりましてありがとうございました。